プカチンに3つ目のスターピースがあるかしらね。発音は譲らねえってか。気にしすぎだって。プカチン、マリサも譲らないじゃない。どっちでもいいって。宿屋。ダイナちゃんがね、トロッコ遊びするって言ってね、マイトくんおんぶしてね、山に行ったの。そしたら山にドッカーンって星が落ちたから帰れなくなったの。ダイナとマイト。ダイナマイトじゃない。んだが帰れなくなったってどういうことなんだ。なんか不吉な予感がするわね。よろずや。いらっしゃい。みんなは山行って留守だけど、うちは店をほっとくわけにはいかないからね。何にするかね。ここにはいろいろいいものが売ってるんだよね。ほら見て、スーパーキノコとメープルシロップ。おー、タタトモキノコとハニーシロップの上位互換か。特にメープルシロップは FP を40も回復できるんだ。いや、今の最大値より多いじゃない。そして全員の武器も一新。おー、これは嬉しいんだぜ。あ、でもジーノのフィンガーショットはトイドをがくれたから、ここで買う必要はないな。50コインもするからコインの節約になるね。そして一番の名物はここの防具。お、バッチリつなぎにパンツ2万と。あれ、パンツが2つあるけど。いや、よく見ると1つだけバッチリじゃなくてバッチリになってて。じゃあ、汚いってことか。本当に大パンツだって。これを人数分買います。じゃあ、バッチリに。でもほら、いろんな能力がプラスされるっていう破格性能なんだよ。どういう気持ちで履いてるんだ。大変なんだって、ダイナちゃんが山から帰ってこないんだって。この感じそのダイナちゃんってのは子供っぽいな。で、それってかなりまずいんじゃないの？そうだね、僕らで助けに行かないと。まさかスターピースのせいでこんなことになってるとは。綺麗な星がね、ビューって飛んできて山に落ちたの。見に行きたいんやけど、母ちゃんが家から出るなって言う、つまんない。ま、お母さんの気持ちはわかるわ。母ちゃんが山の様子見に行ってまだ帰ってこないの、きっとおしゃべりしてるんだよ。おしゃべり。ねえ、普段だったら井戸端会議してるかもだけど今回はそれどころじゃないからな。そしてほとんど子供しかいなくない？大人はみんな山に行っちまってるんじゃね。残った子供はちゃんと家で待っててくれるかしら。ここにも子供。うちの母ちゃんは父ちゃんたちも山で頑張ってっからって言って自分も穴掘りに行ってんだ。で、母ちゃんが穴掘り？気持ちはわかるけど危ないからお父さんに任せた方がいいんじゃ。で、この声は、あー、やっぱりグッパー。ちょ、こないだより人数が減ってない？そうだぜ、のこのこなんて一体もいなくなってるんだが。どうしちゃったのかしら。グッパ様、たくさんの仲間たちが逃げ出してしまいましたわ。いや、逃げ出したんかい。我々亀一族は、今までマリオしか相手にしたことがないので。そうだったのか。言うな。いつでもどこでも一番怖いのは我が輩なのだ。その我が輩が城から吹っ飛ばされたなんてマリオのやつにバレたら。いや、思いっきりバレて。めちゃくちゃカッコ悪いのだ。我が輩にもイメージというものがある。気にするんだな。行くぞ、ガハハハ。あれ、これマリオと勝ち合うんじゃ。おい、まさかのここで戦闘とはならずに普通にバレず。いや、絶対バレるだろ。まあ、この緊急事態に戦わなくてよかった。男たちも中で頑張ってんだ。あたいもじっとしてらんねえからこうやって穴掘ってんのさ。さっき言ってた母ちゃん、なんとかして中に入らなくちゃみんな出られねえんだ。てか、爪を見た感じモグラ一族なのかしら。そうっぽいね。あたしゃね、山に星が落ちた時にね、きっと良くないことが起こるって思ってたんだよね。そしたら案の定この騒ぎさ、みんな無事だといいんだけどね。この中に閉じ込められちまったのか。で、相当ヤバくない？山に星が落ちてきたせいで山ん中で岩が崩れてよ、ダイナたちが閉じ込められてしまったんだ。おまけに助けに行った男たちまで帰れなくなってしまったんだ。いや、めっちゃ早口だな。それだけ焦って。お願いマリオ、子供らを助けてやって。当然ね、見過ごすわけにはいかないわ。スターピースも探しつつだな。ねえ、上の様子はどうだった？あの人、まだ頑張ってんのかい？さっきの母ちゃんだな。ああ、男たちも頑張ってんだからってさ、一生懸命穴掘ってるよ。あたしにゃ真似できないねえ、大したもんだよ。でもいざ自分もこういう立場になったらじっとしてられないかも。よ、あの子たち無事だろうかねえ。あの二人の母ちゃんか？ドカハハさん、気持ちはわかるけど今はここにいても仕方ねえからよ。ひとまず家に戻ってやどうかね。どうやらそうっぽいわね。本来ならここから入れるようになってるが、この通り塞がれちゃってるってわけ。まあ、お母さんは帰ってもらうしかないわよね。どうするんだ？ドカハハさんにはああ言ったけど、さてどうしようかね。オラたちだけでここ掘っててもよ、日が暮れちまうって。そんなんじゃダイナたち腹すかして倒れちまうぞ。実際時間がかかっても掘るしかないんじゃね。ほれ、昔使ってた上の入り口ならあるんだけどな。ほんとだ、ここなら通れそうね。だけど長いこと使ってねえから足場になるもんがねえんだ。ジャンプしたってオラたちじゃ届かねえし。ジャンプ？
うん、あのスーパーなジャンプで有名なマリオさんくらいだろな。こんなに高いところに乗っかっていけるのは。ははあ、そのスーパーなジャンプで有名なマリオさんだぞ。はいはい、お前はいちいちうるせえっての。うわぁ、ほやびっくりした。そこにいるのはマリオさんじゃねえか。都合が良すぎるわね。マリオさん、何があったか聞いたかね。ダイナ、マイト、やばい。マリオさん助けに行ってくれねえか。僕助けに行く。いや、ここと。さすがはマリオさんだ。入り口はここの上のところに見えてるよ。でもちょっと高すぎない？さ、オラたちの上でジャンプしろや。頭を貸してくれるのね。ブカティ炭鉱。頭狩りはいつもしてるから。マリメでね。お、こいつ敵か？ここもなるべく戦わず進みたいね。はい、帰るんだけど。あ、この炭鉱には珍しいアイテムが埋まっているらしい。何か掘り当てたらこの街で売るんだ俺は。それが俺の運命と書いて定め。いや、悲しいわ。どうやって入ったのかしら。スターピースが落ちる前からずっといるのかもしれねえな。そしてここが塞がってるから中に入れないと。あ、そこにあるのはよく見るトランポリンね。だが、ちょっと不自然な気が。何が起きたの？いや、この山の中だから天井だってあるんだぜ。倒れちゃった。へえ、ミーたちの子分よ。コインはゲットできましたか？こいつは泥棒のクロコじゃねえか。オーケー、こんな仕掛けに引っかかるマリオはほっといてさっさとこの場をずらかります。あ、クロコがトランポリンを仕掛けたのね。いや、死んでるんだが。気絶してるからってやりたい放題。よく成敗してやりましょう。って逃げ上がったぞ。もしかして何か盗まれた？マリオさん、またクロコにやられちゃいましたよ。どうやらコインを取られたようだな。あいつを追いかけて取り戻そう。うわ、やっぱり盗まれてたか。ま、取り返せばいいだけの簡単なお仕事だといいけどね。どこまで行ったんだ？データは？ウープス、追い詰められたミスタークロコ、絶体絶命のピンチ。返すんだ。なんちゃって、このプチボムがあればノープロブレム。え、プチボムって？あ、ちっちゃいゴム兵。で、やー、壊れた。あのプチボムがあれば入り口も開けられるんじゃ。よーし、コインを取り返すついでにあのプチボムも奪ってやろうぜ。どっちが泥棒かわかんないね。まあ子供たちの安否がかかってるからね。お、ここも壊して。逃げ足だけは相変わらずすばしっこいわね。ここから鬼ごっこの始まりってわけだな。実はこれ、ずっと追いかけてるとさっきのトランポリンのところに出るんだ。てこくんが隠れてるぞ。こいつって何度か見たことあるわよね。いや、結構弱いのな。しかも1体で10コインも持ってるっていう。結構お金持ち。3体いるから30コインももらえるのな。よし、せっかくだったら何考えてるのを使おう。よし、逃げちゃダメだ、逃げちゃダメだ。だー、やっぱり逃げる。なんじゃそりゃ。意外と臆病なのね。いやー、ちょっともったいなかったかな。おやびーん。盗まれたコインは持っていなかったが、フラワーカプセルを置いていった。おやびーん。こいつからも。そして3体目。いや、結構数がいるわね。でも、マロの全体攻撃で。おー、一層は気持ちいいな。実はカットしたけど5体いたから50コインゲット。で、そんなにさっき結構買い物したからありがたいな。あ、レベルアップね。マロのレベルが6になりました。ちょっとずつ強くなってきたわね。それでも多分この時点で6はだいぶ低いかな。お、ジーノもじゃない。ジーノのレベルが7になりました。ジーノはもう7だね。加入レベルが高かったし。よし、HP を上げよう。おやびーん。ちょっと休憩。嫌なことしてるとクロコに追いつけないぞ。なんとなくさっきもらったフラワーカプセルを使おう。そりゃ結構 FP を使っちゃったけど。で、本当に休憩するのか？あれ、クロコ。いや、自分から向かってきたし。あはは、一周するからわざわざ追いかける必要はないんだよ。なるほど、それを分かってて休憩したと。さすがはポコニャンね。それっていやらしいってこと？分かってるじゃない。いや、嬉しくないな。そして一軒ファイアボール。あ、珍しい。いや、連打発射。こないだは連打が遅れて全然投げられなかったが。でも69は正直微妙。弱点でこのダメージはね。ミーはなんて2枚目なんでしょ。で、こいつこないだも同じこと言ってなかったか？いや、こないだはミーはなんてかっちょいいんでしょだよ。で、ちょっと言い方変えただけじゃねえか。相変わらずのナルシストっぷりね。でも、こないだよりもだいぶ強くなってるから気をつけないと。あ、気づいたら70チェーンも続いてるのね。これが途切れる時が怖いな。このままラスボスまでチェーンをつなぎます。それは絶対に無理。で、マロの攻撃で70も。前は1桁ダメージしか与えられなかったのにな。何か取られなかった？このゴムを読んでまだ泥棒を。ユーたちのアイテムをいただきます。返して欲しければミーを倒すことです。これ以上好きにはさせないぞ。でも、アイテムを取られたのはまずいわね。FP が尽きてもシロップ系を使えないんだろ。でもなるべくスペシャルは使いたいし。
G のは G のビーム、マリオはジャンプ、マロは攻撃かな。マロがアタッカーになってるのがありがたすぎるわね。マリオのジャンプとほとんど威力が変わらないっていう。多分クロコの魔法防御が高いんだろうね。ちょっとクリボーを投げてきたんだけど、あの袋にいろんなものを入れすぎだろ。もしかしてクッパ軍団のクリボーが減ったのってクロコの仕業なのか。いや怖いこと言わないでよ。ま、逃げ出したって言ってたし。ま、それよりだいぶ削れたからそろそろ倒せるか。これで終わりだー。ぐー、今回もミーの負けです。相手が悪かったな。約束です、アイテムは返してやります。ふう、なんだかんだあったけどこれで一段落だな。アディオス、アミーゴ。どこまでもキザなやつ。いやー敵がどんどん強くなってきてるな。もちろんこっちも強くなってるけどね。